イメラジオ第五千九百三十回。今日は令和六年一月二十日土曜日です。時刻は午前九時半。横浜港北曇りの朝となりました。昨日の夜から空が曇っていて、あ、これは明日はあまりいい天気じゃない、そう思っていましたが。 やっぱり曇りですね遠くは見えないですあ次も全然見えないですよ今日は港のランドマークタワーもやっぱり見えないですねさて「夢ラジオ」今回は幸福の科学と大川宏こんなタイトルでお話ししましょう宏さんが「 昨日逮捕されてで一昨日だったか逮捕されてそれで幸福の科学とこの大川浩これを今ひとたび考えてみましょうで大川隆法総裁の長男が浩さんなんですよそして の科学ではそれなりにエリート教育が施されたと思われますでこの場合のエリート教育っていうのは単にあの受験勉強をやらせていい大学に行かせてっていうのではなくてそれもあったかもしれないけどそれより何より宗教的に、まあ、教団を継ぐ大川隆法の後を継ぐ。 そういう人物としてこの大川博は見られていたと思います。実は宗教団体っていうのは世襲が多いんですよ。親子孫こういう感じで。まあある程度それはしょうがないところがあって結局宗教団体っていうからには世俗とは違う あの聖なるもの結界をあのこう仕切られた場所結界を志すそういうグループなのでね宗教団体っていうのは。ってことは、まあ、煩悩まみれ欲望まみれではまずいそしてその聖なるものへ導こうとする時 自分の家族が一番やりやすいわけですよ。あるいは自分の子供が。目が届くし、幼い頃からコントロールできるし。ですから、甲府の科学で、接襲、つまり、流方の次は広しでという、これが暗黙の了解であったということは、まあ、別に珍しいことではないんですよ。 しは自分が受験勉強を無理やりやらされてそして人格を破壊されたみたいなことを言っていますでただしそれは大川隆法総裁がどこかでおっしゃってたようにこのし問題に関してねしは中学受験やらされたとそれがつらかったと。 いじめだったと虐待だったと言ってるけれど別に中学受験やらせる過程はこの東京都内でもそれこそいっぱいあるんだと同じ学年の中の4分の1だったか中学受験をやらせるのはある1学年があったとしてしかも広志と同年代でね4分の1ぐらいは中学受験をやらせると。 大川家もその一つに過ぎなかったこういう言い方を大川総裁はしていてそれはその通りなんですよ。ですからあの虐待された受験勉強を強要された人格を壊されたというヒロの大人になってからの主張は多分にまあ捏造あるいは誇張の部分が大きいでしょう。 それが証拠に兄弟が下に何人もいるんですがその邸前たちの誰一人そういうこと言わないからね大川家でじゃあ博だけいじめたのかとそんなことはないでしょう。で邸前の中であの東大神学者も出ていてあと次期総裁と目されているあの沙也加さんっていう長女も お茶代ですか、まあ、ですから受験勉強はやってるはずなんですよ。邸前たちもで。もしその長男に対してだけ虐待があったんなら、まあ、それは弟妹たちも見てるはずであるいはお母さんの京子さんも見てるはずで彼らが誰一人そういうこと言わない。そしてその邸たちはそれなりの大学に行って そしてそれなりの人生を歩んでいるわけで彼らが家で潰された人格をこういうことも言ってはいないもちろんその定前たちの多くは教団と関わっておりますから言おうと思っても言えないんだというふうに主張できるかもしれないけどもし本当に虐待があったら確かに広ロ兄さんの言う通りだと。 広し兄さんがむちゃくちゃされているのを私は見たと実際私もやらされやられたというような発言がどうしても出てくるはずなんだよねあれくらい広しが大々的に言えば誰も言わないで広しさんは結局まあご自身によると青学止まりだったと専門学校だと、まあ、自虐的に言っているわけですねでこの青学は専門学校だっていうこの言葉も 父親の両方に言われたとか奥は総裁が本当にその青学を専門学校だとおっしゃったかどうかは知りませんがヒロしはそんな言い方でですからあの自分っていうものに家族の期待は応えられなかったっていうその思いはあったことでしょう。 ただし子供の頃から言うこと聞かない子供だったようでですからまともにやってりゃあヒだってそれこそ宋慶ぐらいはいけたかもしれないのにまあよく言えばわんぱくですか悪く言えばだらしなかったそういう子供だったので結局青学止まりだったただし広ロも20代の前半までは 教団の中で数な地位を占めでさっきお話したようにヒロシもひしひしとですね次期総裁つまり幸福の科学を次に担うのは自分だぐらいは思っていたでしょう。で周りもそうだから、まあ、20代前半のヒロシに分不相応な収入を与えてそして分不相応な地位を与えてとやっていたわけなんですよ。 この頃におそらくなんですけど、おそまあ,あの大川隆法総裁からこの大川博さんに対して息子に対してある程度のイニシエーションが行われていただろうと思われます宮伝でねつまりこうこうこういうふうにしていくんだという伝授みたいなものそれはあの幸福の科学の信者にもましてや外部のものにもうかがい知れないようなもの 広ロはだからあの総裁が亡くなられた後も霊源自分でやるって言ってなんかやり始めてましたよねなんかあれどこまで本当かともかくだかああいうその、まあ、伝授っていうかそれはあっただろうと思われますそして幸福の科学が作る映画 さらば青春サレド青春この中で大川総裁の青年時代を息子であるヒロシがあ講演した爽やかな好青年やってたんですよ。で宣言よしことなんかほのかなラブストーリーっていうであの辺まではヒロシも順調だったんですよねなんだかんだ言ってやんちゃな男の子だったけど立派に成長したかと。で やっぱかっこいいのであのちゃんとちゃんとやればあの目向いて歯向いてってやるからあのお,おかしく見えるんであってきっちりやればねかっこいいんですよひろしくんはですからよっしゃっていうことだったんですがその映画部門でもういろいろ問題を起こしたらしく結局 もう広しじゃダメだということで映画部門から外され、で、教団で居場所がなくなり、そして教団から出て、これが5年ぐらい前だったかな。その時ぐらいから YouTube 始めて、そして YouTube でも幸福の科学、父親の留保、そして定米たちをケチョンケチョンに言って、 でその中でまあ,あの嘘もいっぱいしゃべってたのでねヒロシはですから書籍も出した「文藝春秋」だったかなでそういう中で教団から見てこれはあまりにもおかしいっていうのを裁判に出されてでその裁判ではことごとく負けたもう10回以上負けたっていうそういう。 状況なんででですすよそれで今に至ってるわけですただし名誉毀損というのは民,民事裁判でこれは刑事ではありませんですから、まあ、賠償金が取れるか取れないかっていうそれだけなんですよで賠償金がいくら裁判で確定しても広志が払えませんと言えば終わりなんですね結局は広志が作ったグレーゾーンというあの そういうい社会のはみ出物それをフォーカスしたそういう映画あの映画がまだそこそこヒットでもすればヒロシの人生も変わっていたかもしれませんが全然ダメだったわけですね。ヒロシが主演もしてあの映画の制作もしてっていうもう渾身の作品のはずだったんですが。 8,000万ぐらいあの映画にかけてでヒロシは自分の手元にあの5,000万ぐらいあるって言ってたかなさまざまなものを入れてだけどそれでは足りないから借金もしてだからお母さんの京子さんも3,000万円借金あなたありますよっていうふうにさらっと言われてましたよね。あれはは、まあ、的にに映画に使ったんだと 青春ぶつけたんだっていう、子供がそういえば母親としては無限に三千万返せとは言えないですよね。あの映画はやっぱ広志は広志なりに頑張って作ったんですよあれ。で結局コロナもあって全く売れずで広志は金を返せとかあの YouTube で言ってましたが誰に向かって言ってんだろうと。うん バーをやっても続かずホストやっても続かずですねで昨年は東京都の区議会議員に出たけど落選だっただいい加減この辺りで30も超えてきたんならハッと気づいてまともになろうって思うはずなんですが、まあ、今回の逮捕 付き合ってた女性の。名誉毀損だから、まあ、広志が言いそうなことは。聞かなくても予想がつきますよね。で、大川総裁は、この広志問題が起きた後。この広志に関して。もう、幼い頃から。色。この色で、つまり色場で。 広志は狂っていたという、こういう言い方を、あの。大川総裁は。してましたね。要するに、幼い頃から、そういう。もうセックスに取り憑かれていたと。この、広志はね、中学高校の頃から。で、今の広志みりゃ。あ、大川総裁どその。それは当たっていたなと。だから、そういう。 まあ悪いものに取り憑かれていたヒロが逆恨みして教団と総裁を誹謗中傷していた、まあ、これがまあ幸福の科学からの言い分なんですよ。で、まあ、今回のテーマ「幸福の科学と大川広志というテーマなんですが幸福の科学または大川総裁として 他にやりようはなかったのかっていう。この問いかけも最後にはしておきたいと思いますね。幸福度科学からすれば、自分たちは被害者ででひろが。自分が至らないのをね。棚に上げて自分がね。大川総裁みたいになれないことを悲願でで、あの誹謗中傷に走ったんだ。 ずっと幸福の科学はこう言い続けてるんですよ。ヨグニさんとかね広報部でお出になっておっしゃってることはこれなんですよ。広ロは自分がダメだったのを人のせいにしてで総裁や教団をあの誹謗中傷しているっていう、まあ、これですよねずーっと幸福の科学広報チャンネルが今まで話してきたことは。 まあそれはあのある程度認められ裁判でも公共科学の主張が認められているんですよただしですねそぼそぼこういうことが起きる前に大い広志とちょっとあの話そうぜというこういう場がつまり大川総裁とねあるいは今日子お前もちょっと来いって感じで あるいはあのさやかたちも全員呼べみたいな感じでコミュニケーションっていうのがなかったんだろうか家族でねあれだけたくさん人がいるんなら。でその定期的な父こう母こうそして兄弟とのつながりがあったらまあ,あの言いたいことはあってもですよあんなふうに。 その世話になった方々の誹謗中傷は普通せんだろうと。なぜひろしがあそこまでの誹謗中傷をしたのか。それは単にひろしが全くダメで、逆恨みの結果あれだったのか。それだけではなくて、やっぱり父親から全く、その、掘り出されちゃったと。母親からも、 あまり世話になった記憶がないと。て前たちはもう教団の言いなりだと。なんだ気づけば俺一人じゃないかっていうこの感覚をひろしは深く感じたんじゃないかな多分教団出るときに。なんだとこの親は。なんだとこのて前たちはと。なんだと。 この教団職員はと、ひろしなりにね。で、やっぱりさっきお話した次期総裁はひろしだろうというのがどことなく教団にあったので、やっぱ踏み込んだ、本当にひろしを叱る、本当にひろしと笑ったり泣いたりする、そういうことができなかったんじゃないかな、周りの人の誰も。 その,面でその意味ではやっぱり広志は特別な場所にいたと言えば言えるんですよ。でその特別な場所に適応できずにそしてむちゃくちゃやり続けた句、げ、まあ今回の逮捕とある意味では広志も幸福の科学による、まあ、非常に奇妙な言い方ですけど幸福の科学による犠牲者だったというふうに言えなくはない。 何も自分から生まれようと思って次期総裁のポジションに生まれてきたわけじゃない物心ついたらなんとなくそんなふうに周りから見られていてみんなどうしても自分と距離をとっているそして自分の中には抑えがたくまあ反抗、そして女こういったものが湧き起こってきて とというそういううううそことなんでしょうね実はヒロシが5年前にチャンネル開設し始めた時叫び出すことあったとしても言ってる言葉の選び方と論理の進め方はねまともなんですよヒロシ。私は実は今だから言いますけどヒロシがチャンネル開設し始めた頃 割とよく聞いてたんですよ。まあ幸福の科学という宗教団体に興味があったというのもあります。がその後ですね、もうあのめちゃくちゃやり始めたので、ひろしがで、あのこれはダメだってことで、もう聞くのやめて。でそうかと思うと、ひろしはひょいひょいとですね、NHK 党の話で出てくるようになったんですよ。またひろしかと。 しかも NHK 党かと大津綾香黒川敦彦立花隆こういった名前とと,ともに広が登場するようになったあれと今留地場で広が何を思ってるのかはからないしここまで来たらもう幸福度科学とは一生かけて対決するのかもしれない。 分かりませんそれはねただまあ博がああなったのは単に志が内側であの色の悪魔に取りつかれたからというそんなものではなくてやっぱり特殊なところに生まれてしまったっていうそれも志がああなった大きな要因で。 国の科学としてを広ロに対して「座は見ろ」と「因が応報だと」と、ね「豪華に焼かれろ」とか、ね「サタンを退け」とかそういうこと言わずに、まあ、次広ロが何してくるかは分かりませんが今は黙って見といてあげた方がいいような気がしますね。